さあグランプリ開幕行き、掴むのはポール・スロビンスキーか、それともベン・エドワーズか。いきなり左右の大きなフック、スピードはあります。ただ相手は経験を積んでいるポール・スロビンスキー、右のストレート、スロビンスキーが下がる、下がる、フックが速い、フックが速い、左のスロビンスキーで最後相手を払いか、あっという間のノックアウト。決めるのか、決めるのか、いや、まだ試合は続ける。しかし、しかしもう足元はやらないている。今度の時計をか、聞いています。これはもう武蔵さんチャンスですね。ここで決めた、もうダメだ、圧勝でしたね。